回数を増やして楽しみたいと思いますといただいております、はい、60代の方から膝が気になり飲み始め、今では5歳の孫をおんぶして歩いています。お孫さんをおんぶ、美味しいコラーゲンドリンクはお肌にもいいんです。コラーゲンペプチド1万ミリグラムを8週間摂ることでお肌の水分量がアップし保湿力が高まったという実証データもございます。60代のご愛用者から同窓会に出ても肌が綺麗ねと言われて嬉しいですといただいております。はい、なんだかこの言葉から自信が伝わってくる感じがしますよ ね。お客様からの実感の声をいただきますと、本当にこの商品開発してよかったなと思います。膝や関節がつらい、骨の健康が気になるという方、さらには肌の張りツヤが気になるという方にはぜひ一度飲んでいただきたいです。美味しいコラーゲンドリンクがすごいというのはよくわかりました。あと気になるのはお値段です。はい、森永製菓美味しいコラーゲンドリンク、通常12本パックが税込みジャスト2800円ですが、うん、初めてお申し込みの方に限りこちらを税込みジャスト1000円でご提供いたします。すごい嬉しい。しかも通常は送料660円がかかるんですけれども、今回送料は弊社が負担して送料無料でお届けいたします。送料無料、これは嬉しいです。ありがとうございます。いや嬉しい。ついでにちょっとね、はい、言っちゃいますと、今日はスタジオにね、お菓子差し入れしてくださったじゃないですか。はい、このキャラメルとかビスケットとかね、もうこれ大好きで本当に美味しかったです。でちょっとまあダメ元のお願いなんですけれども、こういったね、美味しい森永さんのお菓子もセットにして1000円にしちゃうなんていうのはいかがでしょうか。お菓子ですか。あのね、リスナーの皆さんも森永さんのお菓子大好きなので、これセットになったら嬉しいと思いますよ。そうですね。ぜひお願いします。そうですね。お菓子が好きと言われましたらちょっと言葉出ないので。分かりました、うん、森永製菓のお菓子の詰め合わせもセットにして税込みジャスト1000円にいたします。ありがとうございます。ただ先着200名様限定でお願いできますでしょうか。ということは皆さん、これ早い者勝ちですよ。先着200名様ですからね。この場合送料とかはどうなりますか。もちろんお菓子がセットでも送料無料でお届けいたします。お菓子もセットでさらに送料も無料ですから、もうそれだけでお値段ぐらいいっちゃうって感じで、私自分からお願いしといていいんでしょうか。永井さん大丈夫。ちょっと正直厳しいんですけれども、何よりも皆さんが飲み続けて幸せになっていただければと思います。ありがとうございます。はい、ただ大変お得なセットなので、初めてお申し込みの方1世帯様1回限りぜひお電話をいただければと思います。わかりました。ではお申し込み先の電話番号をお願いいたします。はい、フリーダイヤル0120-065-843、 0120-065-843、 0120-065-843、 森永製菓まで。なお返品やお届けについてもお電話でお問い合わせください。皆さん、コラーゲンドリンク12本とこちらのお菓子詰め合わせもセットで税込みジャスト1000円、しかもこれだけのセットでも送料無料です。電話番号は 0120-065-843、 0120-065-843、 0120-065-843 まで。さらにですね、はい、コラーゲンは膝関節だけではなく骨にも欠かせない成分なんです。骨にもですか。はい、実はですね、骨の半分はコラーゲンでできているんです。骨の土台はコラーゲンで、その周りにカルシウムがくっつくことで骨ができているんです。骨の土台がコラーゲンなんですか。コラーゲンをしっかり補うことで丈夫な骨が期待できるということですね。はい、こちらもですね、実際に美味しいコラーゲンドリンクで臨床試験を行いまして、うん、骨を作る働きを高めたという研究データがあり、骨への効果も実証され、骨の健康もサポートいたします。骨の健康でお悩みの方にもぜひコラーゲン取っていただきたいですね。ではもう一度気になるお値段の方をお願いいたします。はい、
ンドリンク12本と森永製菓のお菓子の詰め合わせもセットにして税込みジャスト1000円でご提供いたします。ありがとうございます。森永製菓さんのこのお菓子の詰め合わせ本当に嬉しいです。このキャラメルとかビスケットとか、いやもうこれ全部美味しいんですよね。ありがとうございます。もちろん送料無料でお届けしたいと思います。ただ大変お得なセットなので、初めてお申し込みの方1世帯様1回限り、さらに先着200名様限定でお願いできますでしょうか。ありがとうございます。それでは中橋さん、お申し込み先の電話番号をお願いいたします。はい、フリーダイヤル0120-065-843、0120-065-843、0120-065-843。皆さん、1本で1日分のコラーゲン1万ミリグラムが補えるコラーゲンドリンクが12本、さらにお菓子の詰め合わせもセットで、それが税込みジャスト1000円、しかもこれだけのセットで送料無料です。この放送を聞いて申し込んだ方の中から先着200名様のみです。電話番号は0120-065-843、0120-065-843、0120-065-843まで。ということで、高橋さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。お相手は私、竹谷信子でした。文化放送お昼の純子、生放送でお届けしているお昼の純子、今週は最高の日曜日というメッセージテーマを設けてみました。たくさん届いています。東京町田のゼニアッタさんは27歳の男性の方かな。私の最高の日曜日は我が家の愛する猫ちゃんをめでながらお昼からちょっとお高いワインを飲むのが贅沢ですね。いいですね。でも現実はお仕事中なんですよ。お仕事頑張ってくださいね。最高の日曜日が訪れますように。小遣いは月7000円さん、松戸の方。最高の日曜日は朝からお風呂に入り、お酒を飲みながら駅伝を見ることです。もちろんイヤホンしながら文化放送を聞いているので、いや、インターホンや子供たちの声、妻の小言も聞こえません。ごめんね。駅伝のある日曜は至福の時なのです。ちょうど2週間後11月5日は出雲駅伝、文化放送も完全実況生中継ですのでね、最高の日曜日になりますように。今週はスペシャルウィーク、プレゼント希望と書いてメールを送ってくれた方の中から抽選で新食感カヌレをプレゼントします。メールは junko@joqr.net、 X のハッシュタグはすべてひらがなでひるじゅんです。メッセージお待ちしています。文化放送お昼のじゅんこ、山本です。今度のマイドスポーツはパリーグクライマックスシリーズファイナルステージを徹底解説。生パリーグ情報を略して生パー、ガンちゃんが熱く詳しく分かりやすく解説してくれます。油濃く語らせてもらいますよ。月曜夕方5時45分からはマイドスポーツパッ。お手入りザライブ2023ギタリズムセブンツアー、11月6日7日府中の森芸術劇場ドリームホール。チケットは各プレイガイドで好評発売中。0570-550-799、労働東京まで。月がつながる文化放送スペシャルウィーク展開中。お昼の純子、月がつながる、わかんねえ。時刻は12時34分。文化放送お昼の純子、ここからは小倉いまれの〇〇玉手箱です。小倉いまれの〇〇玉手箱、今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。改めまして小倉純です。そしていまれです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いまれちゃん、今日はね、新聞や
やスマホなどの細かい文字が辛いという方や、はい、夕方になるとぼんやり、しょぼしょぼしてしまうなという方におすすめということで一望百景のご紹介です。一望百景ですか、はい、名前がすごいですね。そうなんです、まあ、私もね長いこと愛用させていただいてますけどもね、その回やってか、まあ、台本なんかでも、まあ、スムーズに読めるしね、本当にいいと思います。この先右折線があります。もうなくてはならない存在みたいな感じですか。まあそうですね、まあ、私も含めね多くの方から支持されていて売り上げも1000万袋突破ということでございまして、大人気商品の一望百景なんですけどね、はいはい、この一望百景実は最近機能性表示食品になったって知ってました。そうなんですか、知らないですよ。ほらほらほら、パッケージのね、うんうん、この部分、はいはいはい、霞やぼやけを解消しくっきり見る力を改善するとか書いてありますよ。はい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 、これ前なかったですよね。そうなんです、うんうん、実はこの一望百景機能性表示食品になったんです。機能性表示食品ってなんか最近よく聞きますよ。そうですよね、うん、そこで今回は一望百景を詳しく説明させていただきたいと思います。まあ、新聞やスマホの文字とかね、夕方しぼしぼとかでお困りの方ぜひチェックをしていただきたいと思いますね。本日ご紹介するのはマイケアのサプリメント一望百景でございます。一望百景の話ぜひ早く聞きたいです。はい、今日はですね詳しいお話を伺うためにマイケアの金杉さんにスタジオにおいでいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速ですが小倉さんもね長崎さっき出てる一望百景ですけど、はい、機能性表示食品になったって本当ですか。はい、そうなんです。しかもね新しいものには霞ぼやけを解消しくっきり見る力を改善するって書いてあるんですけども、これ前のやつにも書いてなかったですよね。はい、この度消費者庁への届け出を済ませ特保などとはまた違う機能性表示食品として皆様にご紹介できることになりました。だからパッケージにしっかりと機能性が書かれているわけですね、はい、なるほどね。でもこれって何が決め手なんですか。だってほら霞やぼやけを解消しくっきり見る力を改善するなんてそう書いていいんじゃないんでしょこれ、ね、そうですね、はい、機能性表示食品になった一望百景決め手はルテインという成分なんです。ルテインってなんとなく名前は聞いたことあるんですけど、はい、どんな成分なんですか。はい、ルテインはブルーライトなどの光の刺激から目を保護する機能と色の濃淡を識別し霞やぼやけの解消により物をくっきり見る力を改善する機能が報告されている今大注目の成分なんです。あら、すごい成分じゃないですか、はい、霞やぼやけって多くの方がね悩んでると思うので大事な成分ですよね。はい、ルテインはもともと私たちの体内にあるものなのですが残念なことに年齢とともにどんどん減少していってしまうんです。ということは年齢とともにルテインが減っていってくっきり見る力も衰えていってしまうっていうことですか。それは、はい、そうなんです。あら、20代をピークに40代では3分の1に60代ではなんと半分以下にまでくっきり見る力が落ちてしまうんです。ガーンって減ってるじゃないですか、はい、ちょっと悲しい。ごめん、今ちゃんガーンの先にいるの俺だ減っちゃってますよ小倉さん。いやー、60代になってからなんかぼやぼやするなとかっていうね仲間が増えてきた気がするんですけども、それはそのルテインのその急効果のせいですか。はい、そうなんです。しかも体の中で作ることができないので年齢を重ねれば重ねるほどルテインを多く取ることが大切なんです。減ってしまって作れないってなると、はいはい、しっかり外から補わなきゃいけないってことじゃないですか。そうなんです。そこでこの一望百景は1日の推奨量が 6mg のところ3倍以上の 20mg のルテインを配合してるんです。3倍以上ってすごくないですか。これだけ大事な成分であるルテインを3倍以上の量取れるってありがたいですね、うん、ありがとうございます。大事な成分だからこそとにかくたっぷり補ってほしいということで業界トップクラスの配合量を目指しました。じゃあ毎日飲んでいれば必然的に業界トップクラスのルテインを補えるってことになるわけですよね。はい、これすごいじゃないですか。金杉さん、あとね一望百景って沖縄の素材が入ってるって言ってましたね。はい、ルテインの他に沖縄の紅芋が入っています。沖縄の紅芋ですか。はい、この手のサプリでは珍しい素材ですよね。そうですね。でもこの紅芋実はアントシアニンという成分がたっぷり含まれている
です。打ち出せないんですね。はい、そうです。あららららら、じゃあとっても希少な成分素材ってことですか。そうですね。そんな希少なベニーマントシアニンとたっぷりのルテインがこの一望百景にはぎゅっと詰まっているんですね。いや、一望百景本当に魅力的な商品ですね。しかも機能性表示食品になって、これはご愛用されている方からたくさん喜びの声届いてるんじゃないですか。はい、本日は少しですがご紹介させていただきます。福岡県の石橋さん、87歳女性の方からです。長いこと劇団でお芝居をやっていますが、芝居の台本って文字がびっしりで、そりゃ80代にもなれば辛くなってきますよ。でも一望百景と出会ったからバッチリ。台本をもらったらすぐに読み込んで、劇団の中で一番最初にセリフを覚えるんです。年齢なんて関係ないですよ、とのことです。いいですね。確かにね、お芝居に限らず台本ってね、こうびっしり文字が書いてありますからね。まあ、今ちゃんも私も職業柄台本読むこと多いじゃないですか、うん、気持ちがすごくわかります。そうですよね。でもね、80代でびっしりの台本一番最初に覚えちゃうんで、これすごいですよね。すごいすごい、うん。続きまして、三重県の小池さん、79歳男性の方からです。70代になると新聞読むのも億劫で、薄暗い日の運転にも自信がなくなってきたんです。ブルーベリーやいろんなものを試しましたが、ルテインって成分が良いと聞いて、とにかく量の多い一望百景を選びました。するとこれが私には合っていたみたい。新聞や景色もいい感じ、とのことです。いや、やっぱりね、物もそうですし、景色がいい感じだと毎日全然こう違いますよね。私も一望百景読んでるから気持ちわかるんですよ。そうですよね、はい。あとこの小池さんはブルーベリーを試したっておっしゃってましたね。はい、実は一望百景のお客様の約半数以上がそういった経験もされてる方なんです。その結果一望百景を愛用しているっていう方が多いんですね、はい。これは試してみる価値ありますね。悩んでる方は絶対試してみていただきたいですね、うん。私もね、こうずっと飲ませていただいてるんですが、はい、まあ前はね、大学の論文とか、あと学生の提出物とかね、パソコンとかでこう添削したりするわけですけど、かなりしんどいな、よくこうね、眉間のところをつまんでなんてことやってましたけどもね、これ今ほとんどない。今ほとんどってないな。楽だもんだ。すごいですね、うん、ありがとうございます。小倉さんに気に入っていただけて本当に良かったです。いやいや、もうそれだけね、これだけ調子がいいと続けるのも苦にならないんですよね、うん。しかもね、これ嬉しいんですけどね、一粒めちゃめちゃちっちゃいんですよ。そうなんですよね、ほんとこう小さいお豆ぐらいの大きさですよね。そうそうそう、うん、これなら飲みやすい。そうなんです、うん。しかも1日1回こうやって飲めばいいじゃないですか。だからこう、なんていうのかな、朝昼晩とかっていうプレッシャーがなくて飲めるからすごい楽ですね。まあ、もしかして機能性表示食品になって飲む量増えたりしちゃってますか。いいえ、小倉さん、ご安心ください。飲む量は1日1つの目安、これまで通りお飲みいただけます。よかった。あと気になるのお値段なんですけど、もしかしてこれお値段高くなっちゃったりしてませんか。そちらもご安心ください。霞ぼやけが気になる方にくっきり見る力を改善する機能が報告されているルテインと、希少な沖縄県産のベニーマントシアニンを配合した一望百景は約1ヶ月分30粒入りで、以前とお値段変わらず通常価格税込み1944円、送料税込み275円となっております。金杉さん、はい、機能性表示食品になったのにお値段は変わらずですか。はい、せっかく機能性表示食品になったのに続けにくいお値段になってしまっては意味がないと考え、同じ値段にいたしました。いや、素晴らしい。いや、本当に素晴らしい。素晴らしいんですが、金杉さん、はい、機能性表示食品になってより試したいって方がいっぱいいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。ですからもう一声、試しやすい価格になったりすることはないでしょうか。はい、この番組にはお世話になっているので、そこも考えてきました。おってことは、はい、特別価格ご紹介いただけるんですか。はい、今ラジオお聞きの方で一望百景を初めてご注文の方に限りますが、生まれ変わった一望百景の記念としまして、特別価格の税込み500円でいかがでしょうか。うわ、500円。はい、ガズさん、500円って言っちゃいましたけど、はい、いくらなんでも大盤振る舞いな感じがしますけど、ね、大丈夫ですか。大丈夫です。サンプルとかではなく、この今ここにある約1ヶ月分の
本商品ってことですよね、はい、これが500円ですか、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。あの一望百景の実力をぜひ皆さんに実感していただきたかったので、思い切った価格で今回ご紹介させていただきます。ただしたくさんの方にお試しいただきたいので、一世帯様1回一袋限りとさせていただきます。いや思い切っちゃいましたね、はい、このラジオを聴きの皆さん、これ本当にチャンスですよ。私もね本当に実感してるんですけど、ぜひ皆さんにもね試していただいたら分かると思うんだよな。しかも今だったら本商品が500円ですからね。うん、そうですよね。皆さん見逃さないでください。それでは電話番号をお願いします。はい、一望百景は本日初回限定の特別価格でなんと税込み500円。問い合わせはフリーダイヤル 0120-71-7273 0120-71-7273。 マイケアまでお届け返品についてもこちらまでお問い合わせください。くっきり見る力を改善することが報告されているルテインをたっぷり 20mg、 そして希少な沖縄県産の紅芋を配合した一望百景はおよそ1ヶ月分30粒入りを本日は特別価格の税込み500円、ワンコインの500円でございます。お問い合わせはフリーダイヤルです。 0120-71-7273 0120-71-7273 マイケアまでお願いいたします。はい、本日の玉手箱の中身はマイケアの一望百景でございました。金杉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本品にはルテインが含まれます。ルテインはブルーライトなどの光の刺激から目を保護するとされる網膜の黄斑色素量を補う機能と、コントラスト感度、色の濃淡を識別し、霞やぼやけの解消により物をくっきりと見る力を改善する機能が報告されています。いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱、本商品一袋500円になって、はい、ねえ500円ですよ。ワンコイン、びっくりしますね。でもね、僕本当に長年使わせていただいてますよね、はい、あのなんだろうな、しょぼしょぼ感とかぼやぼや感っていうのは本当にないんで、うん、僕はね、もう村井さんの中では欠かせない生活の一部みたいな感じになってますね。そうですね、うん、うちの妻も人が飲んでるのを真似して、うん、ちょうだいって飲んでるから、はい、そしたらね本当にね楽だって。うん、で今ねパソコン作業されている方多いので、 そういう方にもぜひおすすめしたいですね。皆さんぜひ一度この機会にね一袋500円に食べせますから。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と今るでした。ではまた来週。着物4点、帯2点で15万3000円になった方も。
着物出張買取のバイセルです。あの、着物を買い取ってくれるって聞いたんだけど。はい、バイセルは着物を高く買い取ります。少ないけど大丈夫？大丈夫です。1点からでもお受けいたします。うちに来てもらうとお金かかるんでしょ？いいえ、出張料も査定料もキャンセル料も全て無料です。今ならお得なキャンペーンも実施中ですので、お気軽にご依頼ください。なら頼もうかしら。あなたの着物も高く売れるかもしれません。一度無料出張査定してみませんか？ご予約はお電話1本 0120-949-007 949-007 着物出張買取のバイセル。さだま文化のさだの50曲スペシャル。デビュー50周年を迎えるさだまさしさんの名曲をたどる特別番組。文化放送パーソナリティやトリビュートアルバム、みんなのさだ参加アーティストからのコメントもオンエア。10月25日夜7時から。時刻は12時51分、文化放送ニュースです。与野党幹部は今日のテレビ番組で経済対策や臨時国会への対応などを議論し、自民党の稲田幹事長代理は物価高対策として給付金や税などを総動員すると述べました。一方、立憲民主党の岡田幹事長は政府の経済対策の策定を大変遅いと批判し、防衛費増額のための増税を予定しながら減税措置を探る政権を批判しました。アメリカのブリンケン国務長官はレバノンのミカティ暫定首相と21日電話会談し、レバノン南部のイスラエルとの国境で緊張が高まっていることに懸念を示し、レバノン軍や治安部隊に対するアメリカの支援継続を表明しました。イスラエルと戦闘を続けるイスラム組織ハマスはレバノンからも攻撃しています。存在しない架空の妹になりすまして戸籍を作ったとして、警視庁は今日、有印私文書偽造と行使などの疑いで東京大田区に住む警備員の72歳の女と65歳の夫を逮捕しました。女は存在しない48歳の妹として働いていました。平安時代から明治維新までの歴史上の人物に扮したおよそ2000人の行列が秋の都大路を練り歩き、歴史絵巻を展開する時代祭りが今日京都市内で行われています。時代祭りは葵祭りと祇園祭りに並ぶ京都三大祭りの一つで、今日午前、桓武天皇と孝明天皇を祭った神輿2基を中心とした行列が京都御苑へ向けて平安神宮を出発。午後には長さおよそ2キロの行列が平安神宮までのおよそ 4.5 キロの道のりを練り歩くことになっています。文化放送ニュースでした。続いて文化放送天気予報です。関東は爽やかな秋晴れが広がっています。この後も天気の崩れはないでしょう。お出かけ日和、洗濯日和ですね。最高気温は20度前後でこの時期らしい陽気です。ただ夜日が沈むとぐっと冷えますので気温差にご注意くださいね。明日もおおむね晴れそうです。今週は晴れの天気が続く見込みです。文化放送天気予報でした。続いて文化放送交通情報です。日本道路交通情報センターの南谷さん、お願いします。はい、首都高速道路は湾岸線で工事が行われているため、東行きの本牧ふ頭の入り口と西行きの本牧ふ頭の出口がいずれも明日の朝5時までの予定で利用できなくなっています。ご注意ください。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半渋滞しています。7号線の上りは両国ジャンクションで2キロの渋滞です。高速道路では東名高速道路の下りが大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートつぶらのトンネルを先頭に大井松田インターまで11キロ渋滞しています。神奈川県内の一般道路では国道1号線の下りが箱根町湯本で2キロの渋滞、国道134号線の上り
りは鎌倉市雪合橋で断続的に3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。はい、南谷さんでした。次の文化放送交通情報は鷲崎武の暇からごと町の中2時43分頃にお伝えします。文化放送お昼の純子。スペシャルウィークのお昼の純子エンディングです。この先最高の日曜日、たくさんメールありがとうございます。注意してください。俺の土の子さんは西東京の方ですね。朝から楽しくラジオを聞いてのんびりしているんですけれども、先ほど今日は妻の誕生日だったのを思い出して血の気がさーっと引いています。バレないように慌ててレストランを予約したので、彼女にとって最高の日曜日にしようと思います。頑張ってください。前々から準備していたような感じでお願いいたします。バレないようになっております。いつ気づいてもいいんですよね。横浜のしげるさん、最高の日曜日。朝、近くの川沿いをカワセミと出会うのを待ちながら散歩することです。わー、カワセミってほんと綺麗ですよね。あのブルーがたまらない、あとオレンジとのコントラスト。出会えた時は一日いいことがあるような気持ちになります。今日はどうでしたでしょうかね。日野市改め、日野市の日野市改め、日野市さんは東大和に引っ越されたんですね。大きな公園でウォーキングがてら何も考えず日向ぼっこするのが最高ですといただきました。その他にもたくさん届いているんですけれども、もうちょっと紹介できるかな。あの皆さんプレゼント希望って書いてあるメールは抽選ボックスに入れますのでね、大丈夫ですよ。紹介されたから当たらないんじゃないかと思わないでください。愛知県のさくらさん、純子さんの食リポ聞いて新食感カヌレ食べたくて仕方ないです。甘いものは笑顔と幸せな時間をくれますよね。本当にそうなんですよね。日曜の幸せな過ごし方は家族全員出かけていて、一人でゆっくりスイーツを食べながらラジオを楽しめる時間です。ね、そのスイーツがカヌレだったら最高ですよね。あ、これも抽選ボックス入れておきます。ありがとうございます。それから初メールもたくさん届いています。ありがとうございます。南埼玉区の誠一さん、純子さんの声がお昼に聞こえてダブルで癒されています。朝の小鳥でゆったりハッピーな時間をいただいていまして、早朝の、ね、朝の小鳥も聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。さあ、そろそろ抽選をしてみた方がいいかしら。ではここに抽選ボックスを用意しましたので、新食感カヌレが当たるラッキーな1名様をこれから抽選したいと思います。本当に驚くべきほどのメールが届いたんですよ。じゃあ抽選させていただきます。じゃあこの方、じゃん、自分でじゃんって言っちゃった。新食感カヌレが当たった方、緊張しますね。 BGM も止まっちゃったわ。埼玉県三郷市、62歳の主婦、ラジオネームキーちゃんです。ありません。あ、そうなの、美味しそうですね。最高の日曜日は何もしないで過ごすことかなっていただきました。おめでとうございます。ぜひよかったら食べた感想なども教えてくださいね。カヌレ10セットを送らせていただきます。あ、喉乾いちゃった、緊張した。この後1時からは近藤雅彦レビオガレージ、1時30分からは編集長稲垣プロ、2時からは私鈴木純子がパートナーを務めます鷲崎武の暇からぼた餅。ゲストはコアラモードのお二人で、生放送でセッションもあるのでぜひ聞いてください。ゴロミンさんは今小松菜収穫作業中なんだけど、この後暇ぼたも聞きますよって。ありがとうございます。それではお昼の純子、また来週です。日曜日の午後、この後少しでも笑顔になることがありますように。